インテラインです。よろしくお願いします。してきた時、まずみんなの前で自己紹介やるじゃないですか。みんなやったと思うんですけど、僕も同じように1年生の時緊張しながら、はい、新潟県から来ました坂爪雄太郎ですって言ったら、すごいみんなざわざわしてるんですよ。まあ、なんでざわざわしてるかって言ったら、ヨシさんにすごい似てるって言われて、すごいざわざわされたのはね、ついこの前のことのようにね思えるんですけど、もう卒業ですね。それから兄貴ってことで、まあ、いろいろしたって来、はい、ました。まあ、卒業生にとっても、
なったらいいなと思います。というわけで、次の曲、名もなきハッピーエンド。
一番最初にやった曲をやります。瞳に映らない。今ハイハットというものが移動をしまして、ちょっとお時間が、どうしようかな。機材トラブル多いですね。だけでなんか、誰かの言葉拾い集めて今日も生きて、言ったことが優しさなのか、誰かの声がそっと尋ねる。OK。 よし、ありがとうございました。ピスカピスカでした。じゃあ最後に、ありがとうございました。瞳に映らない。知らないあなたに吹きついたって、恋に捨てた私なんか嫌よね。さっきから一人ごと並べてはちょっと目を回す。あなた、あなた、あなただけ私の声が聞こえた。どうか、どうか忘れてないと答えて安心させて。私の瞳に映るなら、あなた、あなた、あなたのことは明日も考えてるわ。そっと歌った誰も聞いてないのに、風に流され私の声はありがとう。行ったり来たりしないでよ、心変わりとか言って、行ったり来たりしないでよね。そうやってあなた、あなた、あなたはさ、私の瞳に映るから、どうかどうか忘れてないと答えて安心させてよ。映らない私をどうか笑う。
ました。インディゴ、インティライミでした。